はい、2日目。はい。駐車場がちょっとパンパンやったから。そう。ちょっと歩いてね。うん。飛び込めるとこまで行きたいと思います。そこは魚ヶ滝荘キャンプ場かなんかです。はい、今から歩いて行きたいと思います。暑い。はい、これほら現地の人がおるね。現地の人がほら。魚の目滝キャンプ場やったっけ？広いな。もうでも広い。いや、駐車場パンパンやったけど、こんだけテントが少ないってことは、みんな水遊びしに来てるってことですか？ママにお手に行こう。ある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 じゃあ、お兄ちゃんよろしく。今のとこハルちゃん、どの辺の？お兄ちゃんが飛び込むで、フルちゃん、うん、頑張れねって。その人やったな。No。 じゃあ一回戻ろう、ふーちゃん。うん。はい、突然雨が降ってきましたよ。やっぱり降られるんですね、雨に。さっきまでほら雨降っとったのにさ、もうがっつり晴れてきたな。晴れました。すっかり晴れてます。In and out of love, never get enough, never seem to get older。 はい、今日はこれを使って焼きおにぎり、はい、大きな大きな焼きおにぎりアレンジしてお昼ご飯作っていこうと思います。簡単にね、はい、簡単にできるんですね。簡単にできます。行きましょう。まずおにぎりを切る。はい、切る。あ、これこういけんちゃう。いいかな。ほんで乗せる。乗せる乗せる。もうこの時点でもう簡単。うまいうまいうまい。崩れるかもしれない。ほんまや、氷型が。ほう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 、バラバラなやつ乗せる。、うん、バラ。まあそんなでも言うほどバラバラでもないもんな。うん、これチーズでちゃんとなると思います。うん、はい、乗せてからのこれ、とろけるスライスチーズ。はい、はい、これを水女子がね、これどうやって回す。水着女子が乗ってるこんな感じで、はい、あ、なんで水乗せる。乗せる、なるほど。はい、次は、はい、かなちゃんね。オーバー、はい、これどうする。押すかな。そう、ちぎる。うまそうやけどな。でもかなちゃん乗せる。なるほど。あるか、捕まえた、やったやった。あ、それをまたさらに上から乗せる。はい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 。ハンバーガーやん。
これはもう尋常じゃないぐらい尋常じゃないぐらいガタガタなってんけど。あ、なるほどね。もうプレスしてしまえばもう。そう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 、きれいにプレスの作業で、ね、決まったもうお手軽クッキングやからな、これも。パンパクッキングや。そう、トゥルトゥトゥトゥ、まだいける。よだれ、よだれ、頼む、たがれ、いやたがれ、いけた、うまい、いけた、うまい、イエーイ。僕はじゃあこっち側の方食べますね。なんでパパはこっち側。はい、はい、じゃあゴー。はい、そしてからの、これな、はい、じゃーん、ちょっと崩れたけど、美味しい。いただきます。ふーちゃんが作ってくれた、これ何？そう、かきたま汁。うん、かきたま汁、いただきます、ね、どうぞ。おいしい、うん、めっちゃおいしい、はい、食べてください。いただきます。おお、おいしい、おいしい、めっちゃおいしい。熱い熱い。じゃあこれ焼きおにぎりの何、大葉チーズハサミ焼きおにぎりこれね、いただきますよ皆さん、お待ちかねの。うん、何の、あっこい、あろいあろい、おいしい、お待ちかねのあろいあろい。おいしいやんこれ。おいしいな、簡単調理できて超キャンプ、キャンプの昼飯に超おすすめ。うん、おいしい、うん、おいしい。あ、気持ちいいな、やっぱり、うん、あの椅子置いてさ、これビールいただいちゃってますけれども、いいよね、なんか暑くないもんな、夏やのに、こうやって過ごしたらさ、うん、どうやった、ここのキャンプ場。めっちゃ楽しかった。なんか管理人さんやんな、うん、がすごいいい人で、なんかいろいろしてくれる、うん。で、あのウェブサイトとかはもう一切出してなくて、 Facebook しかやってないんだよな。でお客さんも少ないし、なんかのんびりキャンプするにはもうめちゃくちゃいいよな。あと500円でゴミ出せる。だから調べるときはもう Facebook で、せせらぎ荘オートキャンプ場で調べたら出てくるはずな、ふーちゃん。すごい、川も真ん前にあって、管理人さんもめっちゃ優しくて、いろいろしてくれてな。まあなんか魚ヶ崎キャンプ場に行く予定やったけど、行かれへんくてこっちになって、なんか逆に良かったみたいな感じなんですよ、はい。でもうちょっとね、もうちょっと川遊びして、まったりして、晩ご飯の準備またしていこうか。はい、じゃあ川遊び楽しんじゃいます。バイバイ。はい、早めの晩ご飯、はい、作っちゃいましょう。最後のバーサーってやつですわこれほんまは明日もあるはずやったけど、ちょっとな、体力の限界を感じました
豚、アスパラの豚巻き、焼き上がったのでちょっとねこのビールとね美味しくいただいちゃいたいと思います。これです。アスパラの豚巻き、いただきます。うんうん、あろいあろい、うまい。これはビールに合いますよ。うん、最高やね。キャンプって最高やね、ほんとね、うんうん。はい、余ったトマトと余ったチーズでトマトチーズ焼き作ってます。なるほど、斬新だね、斬新だね。出来上がりましょう。最後の宴の、最後の宴の始まりです。じゃあ食べてみてください。はい、あっ、うん、おいしい。おいしい、めっちゃおいしい。トマトチーズ炒めたやつです。いただきますよ、これ。うん、アロイアロイ、おいしい。うん、こうおいしいや、めっちゃ。うん、肉をただ炒めた肉をぶっかけて食べます。あの炒めた肉をぶっかけただけのご飯いただきます。あんなこちゃん、うん、シンプルにあろいあろい、これは、うん、シンプルにあろいあろいですよ。うまい。優しい、あのキャンパーさんがお隣のキャンパーさんが、ありがとうございます。うん、おいしすぎる。ありがとうございます。お隣のキャンパーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃでかい。ありがとうございます。こんな感じ。おいしい、おいしい。いただきましょう。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。リーガロイヤルホテル、リーガ、リーガ、リーガロイヤルホテル、リーガロイヤルホテルのハムです。ハムや。ハムや。リーガロイヤルホテルのハム。これ美味しいらしいから。サンドしていこう。サンドしましょう。サンドしましょう。朝からもう言っちゃっていいですか。アロイアロイ、今日も朝から元気です。アロイアロイやば、これは。うん、おいしい。
犬もね、あのハムの匂いに釣られてきたよ。うまい。ちょっと朝のこの時間を楽しみましょう。はい、ということで今回はどこやったっけ、せせらぎとオートキャンプ場からお送りしました、はい、ウェブサイトがないんで、あの電話番号の方概要欄に貼っときますんで、興味ある方はチェックしてみてください。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。また会うまで、バイバイバイ。